前取る前に相手の方に寄って面を作ってあげる、相手側に。これが乗せていければこうやってどんどん弾き飛ばしていけるようになる。動かなかったんだよ。椅子があった椅子が。はい、ブエナー TM&ジャンネルの雪です。本日はここ隅田フットサルアリーナに来てます。はい、ということはそういうことです。はい、サムネ出ちゃってます。スーパーゲストお呼びしてます。はい、どうぞ。こんにちは。はい、星本選手です。お願いします。本当にありがとうございます。いやいやいや、本当に本当にようやく2年ぶりぐらい2年ぶりっす ね。引退してそこから復帰しましたということで、おめでとうございます、ね、おめでとうございます。おめでとうなのかはちょっと分かんないけど、復帰しちゃいました。はい、どういうことですかこの復帰は。ちょっとこれはもう後で対談で聞くんで、はい、そちらをねぜひ楽しみに待っててください。はい、ということで2年前ですかこれ。1年半ぐらい前かな、はい、引退してから出されましたサッカー間で受ける解剖図鑑。これね、フットサルに学ぶ、まあ、密集スペースの攻略法みたいな。これね、僕もね読みました。絶対見てください、フットボールやってる人たちは。これ全て書いてます、ここに。相手を決めるとかキープの基本姿勢とか書いてあるんですよ。ほら、トレーニング方法まで書いてますから。これ最後の、うん、家永選手との会話が俺結構面白かった、これ、うん、そうだね、最後結構う、ね、うん、あるんで、そこ面白いんで、ぜひ皆さん Amazon でまだ売ってます。売ってます、はい、ぜひご購入ください。では本日はピボ全開 2.0 ということだったんで。そうだね、ピボ 2.0 からピボ 3.0 にっていうところ。 3.0 っすよ。いけるのかな 3.0。 教えちゃいます。 あるかな、はい、マジでちょっとこれ聞きたいことたくさんあるんで。そうだね、ちょっと時間許す限りぜひお願いします。はい、お願いします、はい、今日助っ人お手伝いいただく、はい、根本優選手です。14番の根本です。お願いします。はい、はい、お願いします。期待の星です、はい、フーガの。いくつですか？26になりました。あ、26ですか、はい、すごい能力高くて。あ、そう、個人的には期待してる。もともとどこですか？もともと東横浜大学のフットサル部で、あ、そこからバッファローズに加入して。あ、そうなんですね。2年前にトップに昇格しました。あ、そうなんですね、はい、同じセットで出てるんで。あ、そうなんですか、はい、かなり教育してます。あ、教育係なんですね。はい、こういう風にやるといいよっていうのを一応。左利きですか？左利きです。あ、見てます見てます。 F リーグ TV 皆さん登録してください。お願いします。スーパープレイ見てます。スーパープレイ出てるんで、はい、では早速お願いします。はい、はい、お願いします。前回まではちょっと なんていうの、手の使い方だったりとか、まあ、ピボとしてどうするべきかみたいなところのベースがあったかなと思って、まあ、手をこう胸に当てましょうとか、なるべくこう遠い足で受けましょうとか、これは結構パス出す側との関係性もあるんで出しましょうとか、あとはこのコートをこう20メートル横見たときに、5メートルの幅、まあ、開けておくと、うん、まあ、トラップしやすいよねって、その幅で動きましょうみたいな、こう、はいはい、基礎的な話だと、こうブーメランの3種類、うん、普通足元だけと上半身とステップごとみたいな、うん、多分やったと思うんですけど、まあ、もう少しちょっと前回のでなかなかできなかったなみたいなところだったりとか、はい、もう少し深掘る部分みたいなのができればなと思っていて、うん、結構今のフットサルってインターセプト、フィクサーが前に立っていることが結構多いかなと。あ、はいはいはい、なんでそこに対してのこうちょっともう一個の助け舟というか技みたいのをなんかお渡しできればなと思ってますと。うわ、これは僕も前取る系のフィクサーなんで、これ覚えられるとちょっと嫌ですね。そうですね。で、前回は多分この前取ってくるディフェンスに対して、だからまあボールじゃあブラズーカーがいて、で、ここのこう大体インターセプト狙ってくる相手に対しては、まあ、動かないようにしましょうみたいな、前回要は動いてしまうと反応して取られやすくなっちゃいますっていうのがあったんで、動かないようにしましょう、で味方とのタイミング合わせて先に出してもらって動けばここでタイミング合わせてキープしやすくなりますみたいな話だったんですけど、やっぱこれって常にこっちが主導になりたいんだけど、味方がいないとなかなかこうアクションとしては取りづらい、味方が出してくれない限りどうしようってこうなって逆にこう取られちゃうみたいなこともあったりはするんで、結構こうピボとしてのコミュニケーション能力を求められるかなと思います、うん、で、まあ、それもう少し避けるためにもう一個あるのが横に動く、真横に、うん、もしくは斜め後ろに下がる、この2つが分かりやすく横って言ってるんですけど、ここの横に動くと何が起こるかというと、
相手は一緒に横に動きます後で。なんでこの分相手が動いてる間にこっちの対してリアクションするんで、この間に動き直しがしやすくなる、先手を取りやすくなる。今までだと動いてないんでここに対して直線的に向かっていくんで、もう反応がもうここになっちゃう、はいはいはい、相手の焦点が合いやすくなっちゃうんでポイントが合っちゃうんで、ここを一回横にずらして、ずれてる間に寄っていう幅をちょっと作り出す。これが多分、今こう動かないでやるっていうのの一個こう進んだもの、自分からアクションを起こして相手を剥がすみたいな。例えばこれも応用していくと、後ろに下がるとこうなるんで、こういう応用が、だから自分からアクションを起こしやすくなる、リアクションする相手にこうやってなって、後ろだとこうなるし、真横だと一緒に反応してこうとかっていうのを駆け引きしやすくなる。バックドアみたいな、バックドアっていうのをやるために、まずはこう横の動きっていうのを今回伝授しますというところで、はい。やばいよ、これ言語化されちゃうとさ、やってる選手はねたくさんいますけど、だって言語化してくれちゃうから翔太君は。ここがやっぱり結構重要で、もちろんこの後に出てくるのが基本的にはこうコミュニケーションというのがやっぱり出てきてる必要性があって、奥を取ったりとか横に動いても少し前に出たりとかして、少し前めにディフェンスする選手もいて、ここを消しちゃう選手もいるので、こういう選手に対しては早めにボールちょうだいとか、そのコミュニケーションを取る。これは僕にはもう僕のディフェンスをしてるわけじゃなくて、このスペースに対して勝とうとしてるんで、ここをもうこのポジション取ったら早めにボール出してもらえれば届かないよっていうのはコミュニケーションが必要で、裏も一緒で、裏に対して反応しない選手だったらもうここも裏に長いボールだったりとか速いボール通してもらえば、そこの駆け引きももちろん必要だったり、チームの技術ももちろん必要にはなったりするのが、深さを出したりとか、ところでは重要になってくるんだけど、基本的に横のところは基本的にはこの横で前にあんま出ることはなかったりするんで、ここで駆け引きしやすくなるっていうんで、まずはちょっと横使ってみて、その中で応用する中で奥行き使えそうな味方がいるんであれば、奥行き使ってみて、敵が動かないんだったらそのまま出してっていうコミュニケーションを取っていくと、よりステップアップする。 3.0 はピボだけじゃないんだよっていうね、出しても重要ですと。そう、出し手を引き出す動きと出し手にコミュニケーションを取れる能力もピボ側では必要、やっぱり自分一人ではできないんで、俺結構思うんですけど、上手い選手が引き出してくれるってさ言ってたじゃないですか、やっぱそういうの結構あるじゃないですか、こう動きで勝手に出しちゃうというか、出しちゃう、反応しちゃうみたいなのあるじゃないですか。ピボの選手はこういう動きを覚えていけば、周りの選手たちがそうやって反応してくれたりっていう、そういうパスを出せるようになるっていうのにつながるってことですね。そこの要求ができるみたいなところは結構重要で、一方で気をつけなきゃいけないのはピボはキープしないとやっぱ出してもらえないんで、そうキープしてもらうためにこう動きをするし、キープできるようにスペースを作り出すっていうので、なんかもう一個あるのが、さらにこの横とかじゃなくてもっと本当シンプルにできる方法として、このインターセプトを狙う相手に対して先に体をポンって当てて相手のスピードを殺してしまう。前をもちろん取れればいいけど、こういうふうに相手が前をとこっちが前を取ろうとしたらまた前を取ってくるみたいなのがあって、ずっと追っかけっこになってここ潰れちゃうみたいなスペースが、だから奥行き使いましょうって話なんだけども、ここであるのは前取る前に相手の方に寄ってここに入るっていう、相手の取りたいスペースを潰してしまう、相手が出ようとしたら、で、ここは一緒で、当てた後には遠い足にもらえるようにコミュニケーションをさらにこの後は取っておくっていうベースがあれば、ここでコミュニケーション、その今の 2.0 を知っていれば、遠い方に出してって分かってるから、こうやって当たって瞬間にこっち側に出してくれれば安心して守れるしっていうところがつながる、ターンもしやすいしってことですね。えぐいな語彙力、えぐいなここら辺がね、やっぱシンプルに受ける前のところで、受けたところの話をちょっと一回した方がいいかなと思ってて、受けるところで言うと、基本的には今こうボール受けましたってなった時に、この前だと手張りましょうとか、基本的にこの足の間に立って軸で、相手が左の方に出てれば
右側に行けるよねって、はいはい、相手が自分のこの、右側にいるんだったら左に行けるよねっていうような話をしたかなと思ってて、まあやっぱこれだけじゃただこの場でケンケンしてるだけなんで、押されたら押してもらっていい、押したられたらやっぱりこっち行っちゃうなとか、やっぱキープが苦手な人っていうのはこうボール受けた時にボール方向に重心が乗っかっちゃって結構上半身潰れちゃうみたいな、で上半身立てましょうって言ってもなかなか難しいんで、こうこっち側が取ってもらうとすごい分かりやすくて、ここに対して最初立ってるんだけども来た時に面を作ってあげる、相手側に面を作る、こっち側に面を、壁がここにできる感じ、こうこっちにぶつける、で面作る時に上半身だけで行くとこうやってバランス崩れちゃったりするんで、面を作る時には体ごと一緒に本当はこうお尻も一緒に下げて、お尻を使う、お尻と手を使うっていうのが結構重要で、ここを一緒に下げてあげると相手は懐に入りづらくなる。でこの面を作る能力を作っていくとこう相手と入れ替わるっていうことにつながるんで、まずはやっぱキープするっていうところが結構重要だったり、苦手意識をなくすっていうことが大事なんで、来る瞬間にこの自分の相手側の方に体重を乗せる、はいはい、乗せるっていう、でこれが乗せていければこうやってどんどん弾き飛ばしていけるようになるっていう、これがよく見るこのピボの押し込みっていうやつなんで、そこがまずは面を作るっていうのを、次は受けたところはそれをやるといいかなと、はい、面っていうのはまあ 軸みたいなことですね。そうだね、軸相手がこっちに、うん、ってことですね、相手が来る方に軸を寄せてあげる、はいはい、まあ、だからボールがなければ分かりやすくてこう、うんうん、ショルダーチャージするときにこっち足に軸は乗っけない、まあまあまあそうですね、この、はいはい、相手の方に寄せるから、はいはい、このイメージで棒立ちとかこっち側になるんじゃなくて敵がいる方に体を預けるっていうこの自然とこのまずはこういう、はいはい、でこれ翔太君はやっぱこの、まあ、リケルもそうやって言ってたんですよ、うん、このこうやって伸ばして、まあ、もう横にしろっていう、うん、まあそれがこれ、うんうん、なんですけど結構こういうピボもいるじゃないですか、うんうんうん、こうやってやる選手もいて、うんうん、だからケイスケとかはそっちって言ってたんですよ、これ翔太君はもう基本こっちですか、どっちもある、あどっちもあります、どっちもある、あの なんて言うだろうな、使い分けってどうしよう、使い分けは例えばピボにスッてこう長い時間居座るとき相手のフィクソがいてもう前に入んなきゃいけないっていうときはこうなる、うん、あ、はいはい、やっぱりこう相手を前に出したくないから、はいはい、この半身のデメリットってで出てかれちゃうの、この手の届く位置が狭いから、はい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 、出てかれちゃうからこの瞬間はやっぱこういう風になってで、はい、お尻落としてでここからあそういうこと、ね、少しずつ変わっていく、はいはいはい、要は今の多分ケイスケとかのやつで野村ケイスケ、うん、町田のね、はい、の場合は、例えば今のフィックスと結構すごい強い、はいはい、当たるからこうやってやってこう逃しちゃえばこの後に、はい、あの逃すためには一回ここでしっかりショックを吸収しなきゃいけないっていう強いフィックスに対して、うんうん、だったらこっちの技術の方がやっぱり確実に相手の勢いを殺せて、はいはい、自分のリーチとかも生かしやすい、うん、そういうことか、前に出てくる相手とか強い相手に対しては一回そこで一回もうここでさっきのこのインターセプトを狙ってるシーン体を当てるのと一緒で、うん、もうここで相手のスピードを殺してしまうっていう意味で、うん、こうグーって、はいはい、こういうふうにやってここに置いといて立て直す、はいはいはい、ちょっと一回俺フィックス入らせてください、実ちょっと一回あの感じたいどのぐらい強いのか、あこの両方を両方乗ってる乗ってる膝乗って待て待て動かなかったんだけど、椅子があった椅子がそういうことか、これ結構初かもで、こういう、あこれやばい、こういう両手で押さえると、いやこれいないわ関東リーグこのピボは全然動かない、一回ちょっとやってみ、フィックスやってみ、じゃあマジでいや本気でやって、そうインターセプターが無理だ、こういうこういうこういうじゃあほんほんそうちょっともう一回いいですか、ちょっと俺取るからこういうこうまあそうそうそう、だめっちゃ当てやすいこれはだってさもうなんか広いじゃんこの面が、だからちょっとずれてもキープしやすそう、てか出しやすそう、めっちゃこれがまあだから両足下げてやるメリット、はいはい、だけど一方でこれがすごい遠くにずれすぎちゃうとここですごい力んでるから、その後反応がこれがこっち側に行っちゃうと結構
はいはい、押し出されちゃったりとか、ここのこうなった時はこの結構エリアに来ないと結構、はいはいはい、厳しかった、まあ、あとはもうここに外れちゃったらもうなんかもう技術でこういう風に逃げてみたいなのになっちゃう、はい、これねちょっとすごいわ、結構今のだけでも差を感じる、マジで。なんか俺ピボがすごい大事だなと思うのは、ここでやっぱこう止まって受けてほしいの、これを、うん、ここからまたこう逃げてこうなってこうなっちゃうと、うん、どんどんそのなんていうの、結局攻めたい方向、まあ、スペースがね、そうそうそう、地域が挽回されちゃうからね、下がっちゃうから、やっぱ高い位置で止まって受けてほしいんだけど、それがもうどこでもだけど、なんだそこまで行くぞ、そこまでこれはそうだね、だからそれにさらにこう半身だったら、こうさらにこうさっき言った面作るに手とか肘がついてくるから、この面を作ってるに対してこういう手でこうさらにこう押すのがこうついてくるから、こう来られてもこの手を使ってこうして逆に反転しやすくなる、このこれとはまた違う、面を作る側は面作った後のリアクションがこう手でさらにしやすくなるんで、まあ、触覚みたいなもんってことですね。そう、これでね、触覚だし相手をコントロールするみたいな、こう出してもらったのに対してこうやってやってて、こうやって入れていくこともできると。このうわ懐かしい、これ相手をこう抑える、これ懐かしい、俺こうなった時に裏休みの時ここを押さえられてこのままグリーンってやられてみたいなのも、うわめっちゃ思い出した今あるし、こう相手を逆にそっちに押し出して反転をしやすくなるっていうのがいいな、これを毎日受けてるんですもんね。でもなかなかあの今の隅田ではピボにそんなにね、あでもそうですよね、入ることは確かにあんまりゴリゴリのピボって感じはないですよね、うん、流れで入ったりとか、なんかこう4枚になったりもするし、すごいな、体感してすごさマジさらに分かるわ。あとはもう本当すごい細かいスキルで言うと、はい、まだあるんですか、まだやっちゃって出しちゃっていいですか、うん、もう一個ぐらい出して大丈夫かな、はいはい、でなんかこう、さっき言ったようにこう、はい、インターセプトみたいなところで、はい、横に動いて敵が横に動いてここをうまく勝ち取れそうな時でも相手がすごく反応が良かった時にこうボールが出てきてうわ取られそうって言ったら、あ鼻先で触るみたいな、はい、これが例えばこっち方向に攻めてるとしたらよくあるのがこう中に運んで外しましょうみたいなのと一緒で、要は相手の狙うポイントがを外しましょうってことだと思ってて、このボールがこっちに来るまでの間に相手はここで取りたいと、うんうん、でここで取りたいけど僕はここでトラップしようとしちゃったから入れ替わるみたいな、うん、取られちゃうけど、このタイミングさえ外せれば相手はここに全力注いでるからかわしやすくなる、その後がっていう考え方と一緒で、はいはい、ピボももし読まれてしまっても諦めないで、この相手が狙ってるポイントさえ分かってる、ここさえ触れればすり抜けられる、入れ替われる、はい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 、この後のプレーがうまくいかなくても、うん、ボールは相手はもう本当にここ狙ってるから、うんうん、ここのポイントさえずれば、ここに1回全力できてるから1回リアクションが遅くなって、はいはい、これはちょっと応用編っていうか、うん、もう本当に緊急事態、はいはい、やべえってなった時にわこう読まれてる、やべえ、こういう、もう体当てられてもそのまま一緒にこう入れ替わるみたいな、はいはい、緊急事態宣言、これはそうですね、確かに。だから最後ここ諦めないの結構大事ですね、諦めない、まあその要はギリギリまで可能性を残すというか、相手がどこを狙ってるのか最後までこう見続けるっていう、例えばなんかここがインターセプトもしされちゃっても、うん、普通にこれされたら時によくあるのが、うん、なんかここでキープできなくてうわーって置いてかれちゃうみたいな、でももう無理だったら、すごい極端な話、無理だったらもう取られちゃったらもうここ反応しないで普通にディフェンスに戻るみたいな、これってその頑張り方の考え方で、はいはい、もし鼻先で触れる駆け引きだったら鼻先でボールが来たら行くべきだけど、うん、諦めないんだけど相手の動き見てあもう無理そうだなって言ったらこのボールあーやべえタイミング合わなくて無理そうだやられたわ、うん、戻るみたいな、うんうん、ある意味こう割り切りというか、はいはい、しっかり相手見てプレーを変えるっていう、うん、めちゃくちゃ大事です。いやー以上ですかね、はい、はい、まあ一旦結構情報量多いです。これでもこれは大丈夫、こっち勝手にカットしようかな、あんま出しすぎちゃうとさでこれに本当すごい細かい技術もどんどんあってどんどんあるんだもん、これただねなんかトップリーグだから教えてもいいかなと思うけど、一方で子供たちがやるべきかどうかとかっていうのを迷う技術もあったりするわけ。あ、はいはいはい、ちょっとね、そうそう、なんかちょっと例えばすごく極端にやったらフェイクって
こういうフェイクだったりとか外す時のフェイクってあるけど、こうこれもあるわけよ。あ、腕、はい、腕を手使う、腕をこうちょっと、はい、まあこれ出さなくても全然 OK なんだけど、こう腕を掴んでしまって出すとか、はいはいはい、あとはバックドアする時に、はい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 、とか、確かに、こういう、うん、こういう形とか、これ確かにやりますもんね。そう、はい、やるやる。これケンスケさんも言ってましたよ、あの手使うかでまた結構変わるっていう。そう、手を本当に引っ張るまで技術一旦無視してやるんだったらめちゃくちゃピボ簡単だから、はい、そうですよね。俺基本的に これ嫌いなの、俺は。あ、そのプライド的に、あ、はいはいはい、プライド的に嫌い、はい、なんかダサいなって思っちゃう、はいはい、だけどこれあったらめちゃくちゃ楽だから、はい、本当に、はいはい、もうだってコントロールしたい放題だから、はいはいはい、そうっすよね。そう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 。でもやっぱ隠れてやる選手もいますもんね。いや全然全然、だからフィクソには掴まれるから、はい、やっぱりこう掴まなきゃいけないとかは出てくる。だからもうなんかやられたらまあ やるしかないよねっていう、その特に名古屋の時はまあそういう世界とか、まあそうワールドカップだよとかって言ったらそんな言ってらんないから、はい、トップリーグではそういうところもあります。なんでここはあの全然なしでます。まあ全然大事。もう一個受け方あるけど、ちょっとそれはまあ4.0 に行くことがあるのか、 4.0 もちょっと分かんない。そうですね。だからこれはもうあのこのままじゃエンディング入りますけど、うん、これもう視聴者がだから 3.0 で、うん、まずこう学んでもらって、まあ、そこからですね。そこからコメントだったり、ね、視聴回数ちゃんと見ろよお前らがね、ちゃんと見てからです。これはもう 4.0 は、いやね、本当でもうだから、あとはもしくはね、なんかちょっと小猿みたいなのにやった方が実は感じやすかったりとか。あ、確かに、ね、難しいだよねピボってね。確かに確かに、その感じる場面とか。でも翔太君はでもそういうのに出てってこう対峙した方がより分かると思う。これやばいって分かると思う。そんな感じで、じゃあまただからその 3.0、 今回の 3.0 で学んでもらって、ちょっとコメントとかも欲しいですね、はい、なんかどういうところはよくわからないっすみたいなとかもあると、 そしたらまた 4.0 もしやるときにまたちょっとこう、うん、細かく噛み砕いて伝えてもらったりとか、うん、なんかここだけ聞いてみたいですとか、はいはいはい、パサーは逆にどういうことを意識した方がいいですかとか、なんかどういうコミュニケーションを取った方がいいんですかみたいなのがあれば、はいはい、なんかもう少しこうピボとアラートの関係みたいなとか、うんうん、確かにタイミング、そうですね、出し手のタイミングも結構次回聞きたいかな、うん、その辺も皆さん次第で、はい、あるかと思いますので。普通は自分から聞いてもいいですか。これ無料だからね皆さん、お金払ってよ。確かに、はい、ということで、はい、こちら、はい、あの Amazon で販売中ですので、はい、ぜひご購入ください、はい、そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。